へえ、こういう演出あったんだ。バッテリーがピンチなんですよね。その状態で遊ぶとこうなるんですかね。凝ってますね。ということで続きから遊んでいきます。よろしくお願いします。玉転がりからだよね。さあ心配しなくていいよ。やっていきましょう。ちゃんとね充電しながらやってるので大丈夫だと思います。主人公にタッチ、進行方向にスライドで転がりまくれ。彼女が入った雪玉に何回か当たればクリア。雪玉に入ってんのか。やっていきましょう。どう捕まってんのそれ。こんな感じね。で多分位置って書いてあるのがぶつかる回数みたいな感じかな。3ですね。結構危ないんだけど。結構ギリギリですね。意外と難しいな。よし、前出ちゃったら簡単かな。今連続で2回当たりましたよね。目の前に出ちゃうことを考えた方がいいかな。なんか連鎖的に当てることはできそうな雰囲気ある。よーし、ただね前に出るのが難しいんだよね。それが問題なんだよな。5回あれ追い越した。あ、いた。よーし、ということでなんだかんだノーミスですね。ありがとうございます。追い越すとかあるんだ。完全に待ってたよな最後。ありがとうございます。さあ助かったわ、ありがとう。我慢やっていきましょう。段を取る的な感じかな。そっちの我慢ね。消毒的な意味合いですかね。痛いところにタッチ、優しくスライドで彼女の足を消毒しよう。痛がり始めたら下画面に向かって直接フーフーして痛みを和らげてあげろ。なるほど、フーフーすると。
よーし、ということでなんとかなりました。ありがとうございます。普通に難しいな。さあ次は君もゆっくり休んでね、おやすみ、やっていきます。それはどういうことかな。彼女が風邪をひいてはいけない毛布の端に立ち、手前にスライドで出ている足を覆ってあげよう。スライドが早すぎると彼女が起きてしまうぞ。おお、優しさというわけですね。めっちゃいい夢見てそう。あれ大丈夫かな。クリアしちゃった。ありがとうございます。さあ続きまして、体温が異常に下がってるみたいだ。人肌。暗闇で温め合おう。下画面に立ち、優しくこすりで彼女を温めてあげよう。なるほど、まずは探すわけですね。なるほど、位置変わるのか。この辺？どこだ？どこだ？あったあった、いたいた。よーし、ありがとうございます。なんだろうね、一発系の一発系っていう表現が正しいのか分かりませんが、そういう系統のミニゲームが連続でありますね。おー、良い朝です。ありがとう、おかげで元気になったわ。雪ガスもう雪を堪能し始めてるんだけど。これがガチバトルってやつですね。さあ主人公たち左右にスライドで移動、彼女が投げてくる雪玉にわざと当たろう。おお、優しさってわけですね。
主人公に立ち、上は斜め上にスライドで浮き玉を発射。今度は彼女に当てよう。なるほど。すげえノリノリなんだけど。これを繰り返せばいいのかな。結構球速くないですか。よーし、ありがとうございます。これはやりやすかったかな。オッケーオッケー。わー、やべえよ。バラを見つけねば。なくしきれないほどの思い出を作ろう。こいつアゲイン。こいつアゲイン。なるほど。それだけでかい思い出を作ってしまえばいいと。急に素敵な発想が出てきたんですが。二人でこいつを再びやり合おう。最初、彼女がこいつした場所と回数、順番をしっかり覚えろ。まあでもこれはレベルアップ版だよね多分。こいつアゲイン。さあということでクリアですね。ありがとうございます。思いのほか時間使ってしまった。あー、みんな探してくれてるのかな。見られましたね。集まってきますね。みんな無事でよかった。さあ先へ進もう。ストーリー楽しそうだけど難しそう。大丈夫。絶対やばいやつ。そして持ってる。時間内にソリで彼女の元へ向かえ。ソリを引く人の背中を連続でタッチ。氷の上ではスピード落とせ。クマが出たらマックススピードで体当たりだ。めっちゃバラ振ってる。よいしょー。いけるいける。レベル5まであるタイプのやつか。ちゃんとスピードで曲の速さも変わるのいいね。で、ちゃんとマップの表示があるからありがたいね。まあ、そんな慌てなくていいよ。大丈夫大丈夫。で、体当たり。オッケー。二人必要なのか。よし、オッケー。
あこれはドンマイだな。ただミス扱いにはならないっぽいね。それならまだいいわ。よかったよかった。3人か。ただパッと見全部クマさんなんで、これはもう連打で OK だと思う。このね、なんだろうね、ボーリングのボーリングのピンを倒したかのような音が聞こえておるわけですが、オッケーオッケー、ありがとうございます。3人でご邪魔ぜかな。あ、1人だ、よかったよかった。え、待て、時間が危ねえ。5秒しかなかったわ。ある意味不意打ですね、最後の。よかったよかった。もうすぐ2000ですね、得点も。これ楽しい。ソリ楽しいわ。あれ、ついに見つけた。これで彼女を助けることができる。クマ、クマ、クマ出んのか。わー、クマー、なんかメカメカしくないですか。主人公にタッチ、左右に移動でクマの攻撃を避けろ。主人公の腕にタッチ、ぐるぐる回すで雪をぶつけダメージ当たる。雪ぶつけるんだ。横向きね。待て、普通に難しいんだけど。そういう感じね。なるほどなるほど。ちょっと一回やり直したいな。いけるとこまでやってみよう。でもあ、いけちゃったやつ。でもなんかまだありそう。第2形態あった。うわあまあでも大丈夫大丈夫。よーし、ありがとうございます。これでバラ手に入れたかな。第2形態あたりまではね、ほとんど動かなくても大丈夫ってことが分かったんで、大事なのは最後だけでしたね。いよいよか。まあ、からのって展開ではあるよね。
さあこのバラもらうわね。あなたは何も考えずこのラブリーな私の愛を受け止めてくれればいいのよ。キック。ラブボンバーではなくキック。怒涛の4コマでしたね。惚れ薬入りだまた入ってんだ。主人公の足にタッチ、上下左右にスライドでキック100連発。待て、矢印出ると思ったわ。申し訳ない。その声に銃あるんだけど、でもなんとなく掴めては来てるんで大丈夫だと思います。よーし、なんとかできた。よかったよかった。でもこれね、楽しいわ。急にすげえパワーを出すよな主人公。待て、ファイヤー。待てからのファイヤー。え、何火出すの。そういうことね。ジェントルマンいたんだけど。